はい、こんにちは。チリの井上です。それじゃあ、今日も頑張っていきましょうかね。っていうか、今日はね、ちょっと楽しい話なんです。はい。じゃあ、向こう行きますよ。はい。まあ、今日はね、ちょっと雑学シリーズって感じなんですけどね。まあ、もっとチリを楽しもうじゃないかというような話でね。まあ、第1回目ということです。まあ、僕は大学の時にね、まあ、ちょっと、まあ、研究してたというものを、まあ、一つね、紹介しようかなってわけです。サンゴ礁の海を知ろうというタイトルでね。まあ少しね、綺麗な海も少しまあ映ってますんでね。で、そこで心が癒されればいいかな、なんていうところだと思います。まあもちろんこれは地理の受験においてもね、やっぱり知識をいろいろとつけとくと応用が効くっていうもんですからね。まあ今回ちょっとそういうところも興味を持ってもらえれば良いかなって思ってます。それじゃあ内容的なのを少しずつ見ていきましょうね。はい。今日ね、サンゴの話をするんですけど、サンゴね、持ってきてるんです。まあ、こんなようなサンゴね、二種類。これはね、僕は学生時代に撮ったやつなのよね。まあ、その時はね、ちゃんと文部科学省の認可を得てちゃんと撮ってますけどね。もちろん打ち上がってるものですからね。まあ、それを持ってきてるものでもあります。まあ、大事に置いてあるものでしてね。まあ、二種類ほどいるんです。はい。まあ、一つ目はこれがね、菊目石っていう種類の石でしてね。まあ、後でまたドアップにしますけどね。こっちがまあ、ノーサンゴって、まあ同じ石サンゴの仲間ではあるんですけどね。まあちょっと形がちょっと違うぞって話なんです。またまあ後で見せますけどね。さあ、まあこれが一番見やすいんでね。この菊目石っていう種類でまあ見ていきますね。このサンゴっていうのがね、これは四方動物っていう種類でして、まあイソギンチャクとか、まあクラゲみたいなもんですかね。石灰岩の骨格を持っているやつです。まあこれが後々カルスト地形になるんですよ。隆起したりするとね。まあその母体になっているものでもあると。石灰岩の塊ですよ。で、石灰岩の骨格を持っているイソギンチャクなんですけど、まあこれがね、穴ぽこが大きくて見やすいんですけどね。こんな感じにして、クレーターのようにして穴が開いててね。ピッ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 ってひだひだのようなものがついてますよ。で、実際的にはここの部分からポリプって呼ばれるね、触手を出すんです。まあイソギンチャクと同じようにね。で、ここでプランクトンなどをキャッチしてもぐもぐ食べるという形をとります。で、この触手の数が問題なんだけどね。まあ、ポリプの数なんだけど、ここのポリプ、いくつあるかなんだけど、6の倍数か8の倍数かによってちょっと変わってくるのよ。普通一般的に増床サンゴってサンゴの種類というのはね、学習するやつは、増床サンゴ、リーフ、小を作っていくってやつなんだけど、まあ、普通これが六方サンゴ。まあ大抵は6の倍数なので6が12ぐらいなんですけどね。まあそれ以上多くなることは基本的にないんだけど。まあそれ以外のものが八方サンゴっていう感じなのよ。で、この増床サンゴっていうのが水深の浅いところ、光が届くところにいるやつ。で、宝石サンゴっていうのが、まあよく女性なんかが身につけたりするよね。宝石になるやつ。チアカサンゴとか桃色サンゴなんて言われるものでしてね。この子はちょっと水深が深いところにいるのよ。もともと骨格に色を持ってるんだ。水深深いとこいるの。100メーターぐらいのとこいるの。で、これは光の届くところで光合成なんかをしながらやってるってわけなのよ。でね、この光合成をするっていうところがさ、やっぱり受験生からしても植物じゃねえと思わせるわけですよ。で、これは骨格の中に共生藻類っていうのがね、住み着くの。まあちゃんと言うと褐色藻類っていうんだけどね。褐色藻類っていうのが中に、骨格の中に入り込んでね。そして光合成エネルギーをプレゼントすると。まあ要するに身を守ってもらう代わりに、この光合成のエネルギーをプレゼントするっていうのがポイントなの。で、それはなぜかというと、この透明度の高いようなサンゴ礁が発達するのは透明度の高い海なのね。で、これは非常に光の透過率も高いんだけれども、逆に透明度が高いってことは栄養分が少ないってことも意味するのよ。だから一生懸命触手をペローンと伸ばすけど、なかなかキャッチできないってことは多いわけ。なので、この光合成エネルギーなんかをもらいながら、栄養分の少ない海で生きていくための、まあ、生きる、なんつったらいいかな、テクニックっていうところかな。で、このサンゴはこの共生するとうまいこと合わさることが生活のポイントみたいだね。まあ、このサンゴ自体にとっても、この共生素粒が入ってくると、非常に体の中の活性化も起こったりしてね。もうサンゴっていうのは、共生素粒とも、一連卓章じゃないけど、一つになってこそ初めてって感じみたいなんだね。この光合成のエネルギーを上げると。それで共存関係が成り立つ。
まあ、また後でも話すけども、この共生するの色で、サンゴの色が決まっていくんでね。サンゴの色が決まっていくんで、これがいなくなってしまうと、このマッチロ結晶、白化現象のような形になってしまうということなんです。で、あとはこの部分かな。海水温、18度以上。これがサンゴ礁。陸地を作るための最低限のものなんだ。まあ一応ね、東京湾の部分、立山あたりにもサンゴ、単体のサンゴは暮らしてるんだけど、サンゴ礁っていうのはいないんだよ。うん。ちゃんとサンゴ礁って陸地を作ると。そうなってくるためには、冬の時でも18度以上水温がないとダメだと。まあそういうちゃんとした定義があったりするのさ。なので、なかなかサンゴっていうのもね、デリケートなんだぞってことですよ。ね、綺麗な海にいるイメージもあるけど、東京湾ぐらいにも暮らしてたりもするんだ。意外と浅いところでね。まあ生き物なんでね、適応力があるってことなんさ。はい。どう？ちょっとこのサンゴの部分がちょっと分かってきたかな？じゃあね、次のやつ見てもらうよ。こんな感じなんだ。このやつ写真をドアップにしたんだ。どう？この部分よく見えるよね、ひだひだ。で、こっから触手がペロンペロンペロンって生きてる時には出るのさ。ね。で、これが脳サンゴ。一応ここの穴っぽこもあるんだぜ。まあ一応脳みそみたいに見えるらしいけどね。で、あとはせっかくなんでこういうのもあるんだぜ。これは最近ね、あまり見かけなくなりつつはあるんだ。勝手に取っちゃダメですよってことなんでね。で、僕も昔、まあ手に入れたやつ。それをずっとまあ保管して持ってるって感じかな。うん。こうやってね、サンゴまだちっちゃいでしょ。まだまだ子供だったんだけどね。打ち上がってしまうとこうなるのよ。で、早いこと海岸にいてパッと、ね、取ってあげないと。もうまた海に揉まれて、もう丸平らになっちゃうと困るんでね。結構早いうちに見つけてキャッチすると。ね。それが昔はできたんだ。今取っちゃダメならしいよ。はい。なので気をつけてね。さあ、それじゃあちょっとここのあたり見てみようか。ここね、見てあげるとね、まあ、ここにちょっとこうやって星型のがあったりするんだ。星の砂。なんて言うんだけどね。まあ、ちょっとこの辺の話をしてみようか。まあ、ちょっともっと大きくしたやつ見てみよう。じゃあこうやって見てみようか。ね。なんか顕微鏡みたいでしょ？なんかグッと見てる感じだよね。さあ、これよ、この星の形しちょるやつ。いっぱいあるでしょ？ね。まあ、誰かおっとっとみたいって言った人もいるけどね。さあ、ここね、これ有効虫って言うんだよ。これはね、侵食されてできるものではないのだ。もともと石灰岩の骨格を持っているアメーバみたいなのがいてね。本当は、藻。海藻みたいなところにペトンって張り付いていて。で、そして死ぬと手がポロンと離れてね、そのまま海岸に打ち上がるって感じを取るわけよ。で、もちろん、このちゃんと有効虫の住んでる場所から近い場所じゃないとね、このトゲトゲが取れてしまっちゃったりするのよね。はい。でも、あとこれ以外にこんなのもあるでしょ？こういうの太陽の砂って言うんだよ。うん。まあ一応ね、星の砂っていうのは、学術名称はバキロジプシーナって名前がついてるけどね。ちゃんと一応学術名称があるんだぜ。で、こっちはカルカリナって言い方をするけどね。カルカリナとバクロジプシーナ。まあ、こういう種類がいてね。まあ、これがまあ、有名なところかなっていうところでしょうね。どうですか。で、こういうものが、サンゴとサンゴの死んだ死骸のところに、間に詰まってね、一つの立派な石灰岩を作っていく、ちょっとしたセメント的な役割を持ってたりもするのさ。だこの熱帯地域、特にまあ、この沖縄とかの暖かい地域、海域なんかはね、いっぱい石灰岩質のものがあるっていう感覚なのさ。うん。で、この沖縄なんかの海でね、口をすすぐとなんか口の中ゴワゴワするからね。なんか本当になんか歯のところなんか炭酸カルシウムがくっつくんじゃないかっていうぐらいゴワゴワする感じがするけどね。まあちょっとそういうね、経験もしてみたら面白いかなって思うぜ。さあ、それじゃあここからもう少し内容見てみようか。はい。ポイントはね、ここなんだ。今回撮った場所っていうかな。まあ、手に入れた場所はここなんだけどね。この辺り、米原っていう場所がありましてね。まあ、この辺りは結構すぐそばで、まあ、サンゴがブワッと発達する地域なんでね。なかなかまあ、サンゴの散策するにはいい場所なのかなって気はしますけどね。ただね、ちょっと危険な場所がいくつかあるんでね、その辺りは気をつけないといけませんよ。まあ、ちょっと消しちゃおうか。何が危険かっていうとね、こういう場所が危険なのよ。ここ。こういう場所。こういう場所っていうのは、現地の言葉で口って言い方をするんだ。いわゆるここの部分で、ね、川が入り込んでいたりしてね、こういう場所もそうだけど、川がこうやって入り込むと、サンゴって発達しないのよ。淡水嫌がるからね。
で、そうやってこういう部分が出来上がっていて、横中にサンゴがどんどん付着しながら行くんだけど、綺麗に繋がらない。急にグワーンと下に入り込むようなものができてね、海流がね、ブワッと速いのよ。だからこういうところでね、泳いじゃったりすると結構ね、えらいことになるんでね。まあここ紹介はしたけれども、気をつけてよ。絶対にこの辺の危ないところはね、極力行かないようにしてちょうだい。ね。そしてあとはここ有名なのが、この辺はカビラだね。カビラ湾というところです。まあまた後でちゃんと書きますけどね。綺麗な海でございますよね。観光名所、カビラ湾。そして、まあこの辺りが白穂っていうところですかね、集落的にはね。ここは綺麗な青サンゴの群生地があった場所ですけどね。だいぶ今、海水温の上昇に伴ってどんどんと少なくなってきてると。まあいうのも、今悲しいところかな。白化現象が起きていてね。うん、まあ昔の綺麗さもだいぶ失われていってる感じがします。でもこの石垣島とてもいいとこなんでね、もしも行く機会があったらどうぞ行ってみるといいと思いますよ。ただ車とかは気をつけてね。まあいずれ大学受かって、そして大学生になってっていう時にはね。さあ、それじゃあもうちょっと中身見よう。はい。ここなんですよね。これがカビラ。カビラ湾、よくここら辺がね、グラスボードなんかが止まっていて、綺麗なとこですよね。で、この辺りの部分が、いわゆる礁池って言われるとこなんですけどね。サンゴ礁の池。これがもうちょっと大きいと、礁湖なんて言い方をしますけどね。これがぐっとこっちの方にリーフが発達してね。もう池じゃなくて湖になると。例えばグレートバリアリーフ規模になってくるとね、小湖なんて言い方もします。で、このあたりがリーフになるのかな。ちょうど波が砕けてるところも少し見られますけどね、こういうところね。はい、なのですよ。まあ本当に綺麗な海ですよ。で、ここから少し行くと、ガコーンと外洋に入ると水深がブンと深くなるんでね。まあもしも機会があったらダイビングっていうのも楽しいと思いますよ。はい。どうでしょう。なんかちょっとだんだんワクワクしてきませんかね。海。いいよね。もうこれからだんだん寒くなっていく季節ですけど。はい。さ、これが海の中ですよ。これは米原の海のとこなんですけどね。だいぶちょっと外の方に行ったとこです。こんな感じにサンゴがいますけどね。これは、この平べったい形はね、コリンボース型ってやつなんですけどね。ある程度波が強いと、こういう形になるんです。礁池みたいな、ちょっと波が、穏やかなところは枝状のサンゴになりますかね。こういう枝状のサンゴになります。同じ緑石って種類の仲間なんですけどね。だけど、その形状が変わっちゃうわけです。この平べったくなって、波が強いところは平べったく。波が穏やかなところは枝状になるって。いろいろ形状が違ってくるんです。同じ種類でもね。これがまあ、サンゴの面白いところかなって思いますね。どうでしょう。これだいたい水深が、まあ、ざっくり10メーターぐらいのところですかね。撮ってるものです。ね、綺麗でしょ？緑いものがあったり、黄色いものがあったりして。これは強制藻類の色で決まってきますね。はい。強制ソルが黄色かったら黄色だし、緑だったら緑だし、紫だったら紫という感じですかね。他はまあ紫ちょっと見当たらないですけど、どうでしょう。ね、綺麗でしょ。でね、今現在がちょっとこういうふうになり、今はね、ちょっとこういう感じがなくなってきてるんすよ。これはね、白穂っていう集落で、これは青サンゴっていう種類なんです。青サンゴってちょっと珍しいんだ。これはポキンと、まあ折らないけどね、折った時には中がちゃんと青いのよ。これ骨格に色を持っていてね、宝石サンゴとかと同じ種類になるの。普通の増殖サンゴっていうのは、まあどう頑張ってもこのマッチロケ系なんだけどもね、こういうやつはちょっと青みがちゃんと持っているというサンゴでもあるんだ。どうですか。まあもしも機会があったら見に行かれるといいのかなと思いますね。まあダイビングじゃなくて、ね、普通のシュノーケリングでも行けるのでね。はい。白穂。もしも行く機会があったらどうぞ。こんな感じで見てみてください。綺麗でしょ？さあ、今問題がこれなのですよ。まあ、だいぶちょっと塩焼けした感じになってますけどね。特にここですね。海水温がぐぐっと変わってしまったおかげでね。今この白化現象っていうのがぐーんと起こってるんです。こんな感じになっちゃうんですよ。本当はこの子緑色してたと思うんですけどね。この緑色の強制藻類が水温が高くなっちゃうと。もうここにいられない。環境変わったら嫌じゃってことで逃げちゃうのよね。そして真っ白血気になって、光合成エネルギーもらえないから、そのまま餓死して死んでしまうというものなんです。なので、この海水温の上昇、もっと言えば地球の温暖化、こういうのをストップしてあげないとね、この海の中のせっかくの素晴らしいものが失われていくことになるんだ。ね。だからさ、まあ、ちょっとこうやって少し環境にも興味を持ってあげること。ね、重要だよね。
さ、それじゃあね、今日はここまでといたしましょう。どうですか？ちょっとサンゴの取っかかりできましたかね？はい。まあ、こういうような話をどんどんしていきますんでね。まあ、機会があったらまた見てみてください。じゃあ、終わりましょう。はい、お疲れ様でした。授業どうでしたか？わかりやすかったですか？まあ、しっかりと復習して、自分のものにどんどんしていってくださいね。この考え方を自分のものにしていくってことが、一番、この地理の学習には大事なものですからね。はい。それじゃあ一緒に頑張っていきましょう。